写真拡大。中日松葉貴博投手29が15日 DeNA5 回戦名古屋ドームで今季初登板初先発し5回13を投げて1失点と好投し今季初勝利を挙げた。松葉にとってはオリックスからの移籍後初で2018年9月18日の楽天戦京セラ以来666日ぶりとなる勝利だった。去年に移籍してきて本当はもっと早い段階で勝ちたかったですし活躍したかった。その中で開幕も2軍スタート。春先のキャンプも実戦でいい結果が出せなかったので苦しい時間でしたけど、その中で2軍の投手コーチをはじめ二村監督に支えてもらったと思う。3回は投げ合う浜口にチーム初安打を許したが、試合前時点でリーグ5位の打率350と好調の1番梶谷を外角へのカットボールで3ゴロに仕留めた。野手を信頼し打たせて取る持ち味の投球ができた点には胸を張った。柳の負傷などで巡ったチャンスだがしっかりと結果を残してみせた。左腕は次回登板に向けてまだ始まったばかり。次その次といい投球を積み重ねていって信頼というものを得ていきたい。今日はしっかりと喜ぶだけ喜んで明日になれば次に向けて気持ちも切り替えてやっていきたい。示したのは任されたローテの一角への強い思い。簡単に手放すつもりはない。